おはようございます。6月11日金曜日、新聞コラムの音読を行います。その前に新聞。緊急事態解除の降参、20日解除降参、 G7 強化開幕コールウェイ南英国南西部か大規模接種対象拡大、地域制限撤廃、64歳以下追加、中国反外国制裁法が施行、欧米への対抗措置強化、迅速化、データ安全法も可決。今日の産経名の音読を行います。今日の産経名の表題は次のようにしました。世界の大富豪は所得税ゼロである。なんなぬ。では音読します。アルカポネといえば禁酒法下のシカゴに君臨した暗黒街の帝王である。密造酒の製造で巨万の富を築く一方、数百件もの殺人に関わったとされる。もっとも逮捕された時の容疑は禁酒法違反や殺人ではない、脱税だった。時代がもう少し早ければ刑務所入りを免れたかもしれない。米国で所得税が創設されたのは1913年、カポネ逮捕の18年前だった。それまで政府の財源は主に医療費など輸入品にかかる関税で賄われていた。当然収入における消費の割合が高い貧乏人の負担が大きくなる。そこで貧富の差を解消するために金持ちに所得税を課するようになったという。脱税の世界史、大村大二郎著。ところが現在の米国の大金持ちは所得税をほとんど払ってないらしい。非営利の米報道機関プロパブリカが富裕層の納税記録を入手したと報じた。例えば現在世界一の大富豪である電気自動車大手テスラ創業者のイーロン・マスク氏は2018年に連邦所得税を支払っていない。アマゾンコム創業者のジェフ・ベゾス氏も2007年の支払いはゼロだった。2人を含む資産額上位の25人は2014年から5年間に資産を4100億ドル、約43兆円増やしたにもかかわらず、所得税はその 3.4% に当たる136億ドルにとどまっていた。一方、米国の平均的な世帯は年間所得の 14% を納めている。格差が広がるわけである。かつて日本では毎年5月になると国税庁から発表される長者番付が大きな話題となった。実は高額納税者を検証する意味合いもあった。平成18年に廃止されてお金持ちの実態が見えにくくなっている。ちゃんと税金を払ってくれているのだろうか。令和3年6月11日産経名の音読を行います。大富豪は
法律の抜け穴をうまいこと使って税金を払ってないということです。お金のあるところにはお金が集まるというのは本当ですね。以上です。次はコロナ尖閣と世界のコロナはこのようになっております。国内のコロナはこのようです。なんかこのオンオフがうまいこといかないな。次は尖閣。尖閣中国公船118日連続です。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは118日連続。平成24年9月の尖閣国有化以降で最長の連続日数を更新したです。ここはアメニシキヘビ、大きなアメニシキヘビが逃げた元飼い主を書類送検したということです。これは何、無許可で蛇を飼無許死に無許無許可で蛇の飼育施設に変更したとして動物なんかあれやな、ちょっとしたことで、司法は書類送検するね。ウイルス使いがん治療、東大チーム年内に新薬承認。ウイルスで治療薬は脳腫瘍の一種である悪性神経系抗腫に用いるテセルバツレブを新薬承認ということです。以上です。ありがとうございました。またねー。